これ自分が安定してるっていうことね、それしか考えてないんですよね。で彼の手と競争してとか全然考えてないので、ただ自分が安定していることだけしか考えてない。そして行きたいんだったら、ああ行きたいんだったらああどうぞ、そういう感じで自分が安定してる、それだけ考えてないから、競争するのはその後だから、安定すること考えてやりましょう。こことどうやって競うかって、こうやっつけるかっていうと興奮になっちゃうの。だからここはそのまま自分がいなくなって通り道開けて、彼の通り道開けて、ここはなるべく力入れないで通り道を開けて、通り道開けて、ああちら行きたいんですかってそういうふうにありたいわけよ。で入れれば入れるほどぶつかっちゃって、自分の存在を相手に伝えてるってことになっちゃうから、力入れてカッチってやったら存在わかるんだよね、ここはね、相手はね。だここも感じてんだから、こうやってやったら感じてんだ、感じないようにしてんの。だからステルスって言うんだけど、相手には感じなくて入っちゃって、それで相手僕は見える、彼は見えないっていうふうにしときたいわけよ本当はね。だから力入れたら損しちゃうの。だから力入れないの、力入れないでどうぞ通り道開けてどうぞって、そういうふうにやりたいの。そうじゃないとちょっと全然自分が安定してる、それが大事だからね、そういう話ね。それでまあちょっとこうね、こうじゃあ彼が転んだように、彼が自分で転んだっていう、あーってその僕に投げられちゃってかって投げられちゃった、よっかかっちゃって、僕の力で投げてるわけじゃないわけで、彼が投げられて、彼が勝手に投げられちゃった、彼が受け身取ってんの、僕がやってるように見えるんだけど実際は彼がやってるの。僕はただこうやって上げて上振り下振りした、で彼が勝手に倒れちゃったんだよね。いや僕は何もしてないの。そういうふうにやりたいの、やりたいっていうのは やらないとまずいわけ。僕が彼を投げてやるのはそのリングの上でやってりゃいいんだけど、そうじゃないからね。合気道は彼が勝手に倒れたの、勝手に僕が足をついてきたら彼が勝手に倒れた、そういうふうにやりたいわけで、いろいろ上とか下とかあるんだけど、下だったら下、彼が勝手に倒れた、俺が投げようとしてないよって、そういうふうに言いたいわけで、そういうふうにやってほしいのね。おいね、あで彼が勝手に倒れた、僕はやってないの、投げようとしてないので、それが大事だから、じゃあもう上と下やりましょう。最初から無理なんですよ、もう前から言ってるけどね、最初からうまくやろうなんてできないの。だから稽古来てるの。だから僕も下手、みんな下手で、どうしてもこうやっていなくなってやってんだけど、少しはあるんだよね、感づいて、これをゼロにしろとは言わないの、初めから無理なんだから。だから少しずつでもいいから改善してほしいわけ。改善しないと意味がないからね。で初めから諦めるんじゃなくて、それにチャレンジしてほしいの。こういなくなって、ほらいなくなって、ゼロは無理、これいなくなるのはゼロは無理、みんな無理、俺も無理、誰も無理。でもゼロにした方がいいことは分かってんだから、だからゼロにしたいの。ゼロにするために、だからこう来た時に知らないよって、ほら知らないよってやってる。で形があるからいろいろやりましょうっていう話ね、小投げとか入り身投げとか、形があるからそれの稽古にちょうどいい。これだから形があるからといってこうやって壊していったら、これやってる意味が違うんでしょ、合気道の意味じゃないの。こうやってやって、こうやってこの例えば骨をさ、こうやって上げるっていうのをね、やって、これ意味が違うの、なくすの、これなくしてるからこうやって入ってんの、こうやってほら。で勝手に彼が倒れたの、これいててててってやってさ、でこうやっていてててだんだよ、これ壊していって、どうやってやっつけちゃいますかって、そういうことを研究してるわけじゃないわけ。
で彼が勝手に倒れた、彼が勝手に倒れた、そういうふうにやりたいの。そういうふうに自分がいいとこ行って、いつの間にか倒れてたって、そういうふうにやりたいわけで、そこが他の武道と違うところなのね、合気道ってね。だからそういうことを分かってないとできないから、できないってまともな稽古、合気道の稽古じゃない。今みんなその白の稽古ってさ、こうやってどうやってテクニックこうやって競って相手をやっつけてますかって、そういうのが主流になっちゃってるけど、そうじゃないよ。こうやってほら、全然彼が勝手に倒れたっていうふうにやりたい。テクニックじゃないの、テクニックの追求じゃないの。だから気持ちの問題っていうかな、そういう、こうやべえ、ああここにいたらやばい、こう来ちゃう、ああこう入って、ああやばいやばいやばい、そこにやってんだよね。そういうふうにやってほしいわけ。やばいっていうの、やばいっていうなんてやつ、まあそういう話ね。だから やばいから、まあ危ないから、そこにいないで、こう気持ちが大事ってことで、いろいろ形があるから、いい形として四方投げね、四方投げ、こう四方投げ、あ、ごめん、四方投げね、そういう、掴んでこうやって四方投げの形はこう掴んで、種目に入って、でこういうふうに線外してこうやってやるっていうのはあるんだよ、あるんだけど、その形は何のためにあるかって言ったら、こういうふうにしないっていう、そういう気持ちなの。そういうためにやってんだから、だからそのこうやってやって、こうやってやってさ、こうやってやって、何ていうか、感づかれたら、バレたら意味がないわけ。合気道の意味がないの。だからこうやって入っていく時もバレないように、なるべく、そしてなるべくバレないように、で自分が安定してる、どこでも行けますよ、後ろも行ける、前も行けるって、そういう風にやりたいわけ。そしてここ曲がってるからね、落としてきた、そういう風にやりたいわけ。形はあくまでも形だから、形を追求しないように、だからそういう精神を追求してほしいの。まあそういう話。じゃあここでいくらこうやってやってもね、やっても来てんたら死んじゃって、彼は受け身の立場だから、こうやって受け身取ってくれるんだけど、こうやって出してもね、受け身取ってくれるよ。でも僕はやられちゃってんだから、もうそれで終わりってこと。ここでこうやってやった時点で終わり、もうわーもう去ってんだ。だから第一優先は彼のこの手、この足、来ない位置に自分が入るってこと。そしてこの手で止め、このパンチってパンチ止めてんの、この足止めてんの、こうやって止めてんの、ほら止める。だからそれが第一優先だから、そういうことを考えてねって言ってるの。そうしたらじゃないと形に追っかけて、こうやって全然ガラス気でだったらやられちゃうんだよね。この手はいつでも離せる手だし、離せる手だ、それでボカってだら、いくら持ってたってさ、いくら持ってたって、引っ張った、いやいや、じゃあ離してさ、ほらやられちゃってんだ。だからこの手を壊すことじゃないし、死角に入ることが大事なの。彼の当たらないって、この2番目の攻撃、死んじゃったら終わりだってんだよ。だからね、こうやって持たれて終わったら終わり、持たれたら終わりで、待っててくれるからよいしょってできるんだけど、普通はできないから、こうやって持たれたら終わりだから、終わり、死んじゃって終わり。だから死なないようにやばかったら逃げるんだよ。そういうふうにやる、安定してるってのが大事なの。だから転換やってるの。あちら行きたいんですかって、ここに競うんじゃなくて、競ったら来ちゃうんだよ。だから線を開けて、自分の線を開けて、あちらどうぞ。自分が下がってるわけ、下がってるっていうのかな、引き下がってるっていうかな、逃げてるっていうかな、そういう、彼の方が強いんだから、彼の方が強いんで、そういうことね。だからそういう形、そして、いや、同じだから、こういう技の形、これはどの時点見ても、こうやってやって、こうやってや、キュッ、切れないの。だから自分が意識で入ってるから切れるの。で、さよならって、こういう、ねじるの。
でそれが大事だからね、あの自由に動くっていうのが大事、自分の思い通り自由に安全に動くっていうのが大事で、ここの技はこうやってこうやって出ないんだよ。だから自分が安全さよならってこういう、これが安心なの。いや、そういうふうにやった方がいいんだよね。で、こう技があるからこういうこういうね、全然彼が勝手に倒れてるの。彼が受け身取れないように投げてないよ。彼が受け身取れるように投げてんだよ。こういうのが全然全然僕は全然影響を受けないで、資格をもらい続けてて、彼の資格をもらい続けてて、攻撃が当たらない位置に入ってるってことね。それが大事だから、じゃあ入り、あの瞬間投げの、じゃあ入り投げのこういうやってみよう。全然全然彼が倒れてるってか、彼が受け身取ってるってか、そういう形ね。じゃあ、あのみんなこうに入ってるのはいいんだけど、入り身投げって言うからね、入り身でこうに入ってるじゃないですか。そうすると こっちにこっち、なんだろう、この手が別物になっちゃってるの、こっちこっち。そして開いたまんま、開いたまんまこういうふうにやってるのね。でこれやられちゃうから自分の中に入れとくって、やべえなって、やべえやべえんだよって、こういうふうにやりたいわけ。そこで種目の足が必要なの。足っていうのはこういう種目の足、いつもおへその前にあるの。こういうふうにこういうふうに入ってたらね、こうに入ってきたらおへそは向こう向けないの。すごい大変だよね。でも種目の足だったら向こう自然と向けるの。こういう風になってるから、そしておへその中心のおへそのところに手があるの。そして自分の前にあるの。前にあって次の足をこうやって踏んでくれば同じじゃないよ。腰の位置は、腰はこういう風に入ってきて、こうやって入り身で入ってきたらよいしょってやってから、それから引っ張んなきゃいけないんだけど、種目に入れば、種目に入ってれば常にこういうふうに入ってんだから、大平さん向こう向いてるよね。で自分の手の前だよね。自分の意識の中には入ってるんだよね。そして自分がこの足をこうやってついてくれば、ほら、なんつうの、入り身で入るより楽だから、種目の足だから。種目の足ってのは便利なの。一挙だとか、あの四方投げだとか、全部種目の足だ。種目の足はできない人もいるから無理にやれとは言わないんだけど、できる人は種目の足で自分の中に入れておく。自然とね、向こう入り身だったらこういうふうに入って、腰は向こう、でもこっちは向けないんだよね、入り身だとね。でも種目だったら向けるの。種目で離れてない、こう離れてなくて、こういうふうにやって向こう向けば向けるじゃん。こうやってこう一度らしくて、あ、不安定なんだけどさね、そういう話。こう足はこうなってる、こうで向こう向きた、向こう向きたければ、こうやって彼は向けるんだよね。こうやってこう360度向けるでしょ、この足で。だから種目の足を利用しましょうって、利用できることは利用する。いい意味で入るより楽だからね。じゃあそういう形でちょっと、こういうふうにやろう。この手はこういうふうに入ってこないように、これ意識がないから、いつもこの手はまっすぐ。ダメだったら転換で入ってもいいよ。転換でこういうふうに入ってきてもいい。何しろここ転換でこういうふうに入ってきて、そしたらこうで落とす。いつもここ、いつもここ、ここじゃないと弱いから、離れちゃったらやられちゃうの。だから、いつもここ、ね、いつもここ、種目だったらこう、種目だったらこう、そして足、でこう、いつもここの前に、この木剣の前にあるっていう、そういう意識でやった方がいいからね。じゃあそれをちょっとテーマに腰の前に手があるようにやって、入り身投げ。みんなこういうふうにやってるとすごく見づらい、 見づらいっていうのはやられちゃうのになと思って見てるんだよね。いつもね、こうやって開いてるから、いつもこう投げるときは、こう、そして下げて、そして上げて、
でこういう形やってほしいんだよね。じゃあちょっと右投げの時にね、こういう手がこっちに行っちゃうのね、こう行っちゃうのね。これ自分の手じゃないからね。だから種目の方が自分の中に入ってる。そして足はこうについてくるだけ。いつも自分の中にある。そしてこう来て自分の中に。だからこういう風になってないってことね。それを注意しないと、こっちの方が楽だからどんどんこういう風になってくる。全然知らない手なの、この手。この手ね、知らない。ならないように、この手をおへその中に入れとくっていうのがすごく大事なの。だからそのために種目を使うってことね。こう入れとく。入れとくからこう、いつも自分の中に入ってる、この手。そしてこう、そうすると体がずっと起きてきて、体でやってるんだよね。手で投げてるわけじゃなくて、手で投げてるとこういうの。投げてんじゃなくて、体を使ってる。手は全然使ってないの。手は全然使ってない。こういう風にやりたいわけだ。なんかうまい方法ねえかなと思って。こう種目使って。ここでこうね、こう。あ、そうだ。じゃあこれ行こう。これ行こう。こう来てね、この手、こういう風にバラバラにしないために、こういう風にやって、こう。そしてこの手も使う。この手も一緒に種目にして、種目。ね、種目、足。そして捨てて、こう。そうするといいかね。両方とも、石が飛んできたらやべえなってこういう風にやってたよね。で、そういう気持ちで起きて、やばいなってほら、やばい。こう、離れてないの。こうやって離してないの、こうやって離してないの、やばいな、こう、そしてこう来て、やばいなってこういう、やばってこういうふうに動いて、ここ閉まってるのね、これ、ね、こうやって開いてない、やられちゃうから、こうやってなるべくこうやって隙間から見てる、そういう感じで、じゃあちょっと下入ってこういうやばい、こういうのね、こういうのやってみよう、じゃあやってみよう。今のこうやってきて、やばいなってこういうふうに来たのね。こう、やばいなってこう言ってね。こういう手でこう来て、僕の前にあるの。前にあって、この足、種目の足を、こういう足ね、これを後ろに引いてきたの。引いてくるとずっとこのまま。そしてこういうふうに入る。ね、そうすると、そうすると手がね、手がやべえなってこういうふうにやってるのね、やべえ。そして手がここにあるでしょ。でこういうふうに入ってきたの。そしてこう入ったのね。だから同じ手のこうならあごめん、こうにならないから、こういうふうに。これ入り身で入るとここ見なさいよっつってんだけど、こうなっちゃうの。おへそがこうなって。これ、手がすごい良くない。だから種目を使って、そしてこう抜いて、そしてこう入ってくる。それでこう相手の後ろのところに入る、ね、そういう感じね。それでもう一回リミ投げをやって、あんまり手を広げないように種目を使って、できるだけね、転換でもいいですよ。転換でもできないんだったら、種目ができないんだったら転換でもいい。転換、そしたらこう、あっちどうぞなんだから、どうぞって、そしてこう下がってくるって形ね。でと 手が自分の前にあるから、でどっちか、じゃあ今はね、この足をこういうふうに後ろに引っ張ってきて、そして転換したんだよね、転換して、入り身投げって形。で今度は種目は種目なんだけど、同じ。で今度は足、この足を自由に使うの。今はこっち入ってこうに入ってきたんだけど、これをこっちへ入ってくるとこうできるよね。足自由だったら、足を種目にしてこう種目で、足こっち、ほら、自由
自由にいろんなとこ行けるから、種目にしてると種目にしてるとなんていうのあっちもできるし、こっちも行けるし、この足後ろ足こうでもいいし、こうなったらこうでもいいし、要は足の自由度を増すってこと。この腰の自由度、腰が回ってベタってこういうふうに入り身投げだと入り身になっちゃうから、じゃなくてこう種目にしてれば腰が回るってことね。そういうことを練習したいので、こういうふうに来て腰が回るってこと、ね、こういうふうに腰が回る、腰が自由、こういうふうに種目にしてるから、そして腰が自由、こっちでもいいし、こっちでもいいよ、何しろこう腰が自由、これ種目だからこっちでもいい、こっちでもいいね、そういう話、腰を自由にするために種目にするっていう、そういう話ね。あの種目が大事なんだじゃないんだけど、種目をやった方が便利だからそういうふうに言ってるだけで、できない人もいるから やらなくてもいいですよっていう話で、要は腰を自由にしてやるってことね。腰を自由にして入り身投げにしても、なんだか小手返しにしても、腰を自由だって、腰の自由のためにやってる種目をたまたまやってるってだけだから、別に種目やらなくて、あのまあそういうこと、はい、じゃあここに来てこうね、四角で、今は後ろそのまま、あとは今はこっち来たりとかあっち来たりとかしたんだけど、腰のためにこういうふうにやったのね。そしてこういうふうに来たでしょ。で腰が自由だからこういうふうにもできるのね。前に、今はこういうふうにやって後ろにしか入ってないんだけど、後ろ彼の背中の方しか入ってないんだけど、この正面に入りたいときはこういうふうに入ってくれば、でもこの手があるのね、この手がこういうふうに種目で入ってね、よいしょってむやみに入ってくるとこの手待ってるの、あーってやられちゃうの。だからこの手のことを考えて、種目に入ったときにこっち入りたかったら見てるってこと、見て感じてるってこと、この手を通じて感じてる、で来るなって思ったら少しこっち、こう当たらない位置、自分が当たらない位置、種目は自由なんだ、自由って自由、こういろんなとこ行けるんだけど、今度はこういうふうに来て、ほらこの手見てる、それ大事だからね。あの自由に動けるからといって、自由に動いちゃうとやられちゃうから、でやられないことが優先だから、いやこうやって、いや、こうだから、この手、こうやって、やばいって、そういうふうにやばいって言うなって言われたんだけど、まあ、やばいのね。だから、やばくないようにうまくさばいて、こうやって種目に入って、で、こう、やばい、これ見てるのね、見てる、反撃を見てるってこと、反撃を見て、種目に入って、反撃を見て。やばい。じゃあちょっと一挙の表に入るのね。ちょっとやってみよう。はい、座ってやりましょう。こういうか、これ、なるべく自分が動かないように、こう、あの自分が自立してるってことね。こう傾いちゃったらやられちゃうの。こうやっていなくなっちゃったら、いなくなって、いなくなったらバーってこうなっちゃうの。よりどころになってっから、彼がね、彼をだから相手をよりどころしないっていうのは大事だし、自分がなんていうの、相手のよりどころにならないっていう、そういうの大事なので、それが自立してるってことだから、お前よりどころにならないんだよって言ってやってんの。そしてほら、いや、よりどころになってないんだ全然、いなかったらいなかったでいいの、別によりどころになってるとグーって、相手よりどころにしてるとこういうふうになって、自分が傾いて、あ、いなくなっちゃったらバーンなっちゃうんだよね。でもなってないんだから、こうやって全然 あろうがなかろうが関係ないので、こういうふうに出てきたの
いなくても関係ないの。だそういうことをだから最近はやってるんですよ。最近は体側に近くて自立しててまっすぐ、そして傾かない、自分が傾かないでまっすぐこういうふうにこういなくても関係ないよって、そういう感じ、そういう感じでやってるのね。で昔はこういうふうにやって、昔は向かってやってやっやっつけてやるやってやってたんだけど、それはやめるようにしてんの、なるべくね。やっても楽しいんだよ、楽しいんだけどね。自分が自立して相手関係ないよ、相手自立してれば関係ないよ、いてもいなくても関係ないよ、で自分の姿勢を作ってんだよって言って、自分パンカッていてもいたら関係ない、そういう感じね。そういう感じでこうやってます。で、じゃあ各自いろいろそう考え方あると思うんだけど、まあそういう感じで私はやってますってこと。じゃあやりましょう。